東海テレビの柴田美奈です6月10日の中日春秋ですまるまる円でどうだこんだけ負けてもまだ買わねえかこんな工場で売り手が買い手と掛け合うバナナの叩き売りは大正後期に始まった日持ちしないゆえの安売り発祥の地は台湾産バナナが集積した 北九州の文字港という。台湾産は明治期から入り、昭和の高度成長期に急増した。台湾の台風被害の影響で、1970年頃は、赤道家の南米エクアドル産が台湾産を日本で凌駕。その後はフィリピン産が接見し、最近は輸入の8割近くを占めている。 バナナと日本人鶴見義行町などに教わった今その主産地が価格引き上げを訴えているフィリピン政府が日本の小売業団体に理解を求める申し入れを行った肥料や農機具を動かす燃料の価格が高騰し生産者の利益がほとんど出ないという む経費を価格に転嫁できず買い叩かれているということだろう駐日大使は記者会見で困窮するバナナ農家に希望を与えてほしいと力説した経済の変調のしわ寄せが特定の人たちだけに行くとすれば正しいことではない窓道夫さんの詩にバナナの歌がある 冒頭を引く「赤道を越えて来たのかバナナ」真真「真夏の匂い真昼の匂い真夏の真昼の働く人の匂い」「赤道ほど遠くはないがかの南の島で汗を流す人にも思いを馳せたい」